ません。20分遅刻だよ、翼くん。やっちゃいます。すいませんでした。どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということで、今回はですね、以前、しゅんだいりチャンネルに就活生として出ていた、せつまさくんという方がいるんですけども、アメマ TV でひろゆきさんにボコボコにされた、アメマ TV で一緒になったのがきっかけで出会ったんですけども、人づてに就活は終わったという話は聞いたので、我々からのささやかなお礼として、こちら浅草に来てお祝いができたらなと思っています。はい。今もう15分経ったんですけど、せつまさが来ない。着いたらダッシュで迎えますって来ました。いや、ちょっと舐められてるな。まあ、ブッチもワンチャンあり得るなっていう風に想定はしておきます。ちょっともうちょっと待ちます。20分遅刻だよ、せつまさくん。やっちゃいます。すいませんでした。すいませんでした。せつまさくんです。久しぶりです。東京未来大学モチベーション行動科学部4年のせつまさです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今日はせつまさくんの就活結果報告&お祝い会ということで浅草に来ました。ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ早速浅草回りながら、はい、就活の結果報告とかいろいろ近況報告をできたらなと思ってます。はい、わかりました。じゃあ行きましょう。はい、浅草初めて？いや、何回か来たことあります。何回か来た。もう今日は何でも好きなもの食べていいか。あ、本当ですか。じゃあすいません、2袋を。ありがとうございます。ありがとうございます。4袋買いました。めっちゃ服は、ね。半年間何してたの？半年間、でも言うてあれですよ、普通に就活やったり、うん、あと外学の卒論とかはい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 、があってゼミとかやってたりとかしてたって感じですね。はい。じゃあちょっと視聴者の方もまず最初に気になると思うので、せつまさくんの就活はどうだったんですか？内定は取れました？そうですね、3月に、一社内定を取って、うん、他にもいくつか候補あったんですけど、うん、ちなみにどういう会社に行くんですか？僕が行く会社はなんか本社があって、そのいくつか子会社があるグループ会社なんですけど、うん、で自分が行きたいと思って希望してるところは、うん、D2C っつって、ナイトブラとかを売ってる会社で、はいはいはい、それを実際に自分たちで企画して、うん、自分たち その通販サイトを買って、うん、消費者に売るみたいな。選考がすごく大変だったんですよ。うんうん、面談とか面接で言ったら全部で15回面接して。それはせつまさくん側の問題じゃなくて、いや、なんかこれで最後です、最後ですって言われるんですけど、せつまさくんはもっと上の人と喋った方がいいって言われて、社長と2回、役員面接は3回やってますね。マジ？新卒始まって以来、せつまさくんが2回社長と話したのが初めてって言われて。じゃあ、どうぞ。ちょっと冷たいみたらし団子です。甘辛団子。需要ない。冷たくて美味しいです。でも面接15回したらマジすごいね。大手術でもあるよね。役員会で何回も上がったんだろうね。せつまさんを採用すべきか否かみたいな。ポンちゃん社長と面接した時にね、なんかせつまさくんだけめっちゃメモがやたら多いみたいな。なんでなんだろうね。自分的にはどう？多分会社が求めてるなんか人物像と自分がなんかすごいマッチしてるから、うん、本社の社長行った方がいいみたいな。なるほどね。こちらのごちそうさまです。はい、どうもありがとうございます。はい、レモネードあるよ。あ、レモネード。なんか飲む？いや、いいですか、飲んで。もちろん。あ、はい、じゃあ食レポ。食レポっすか？あんま得意じゃないんですけど、いただきます。わさび。はい、わさびで。熱い。すごいちゃんと醤油が染みてて、食べた時に口の中に醤油の風味が広がってすごく美味しいです。うん、おー、うまい。はい、ありがとうね。ありがとうございます。ありがとう、いってらっしゃい。お気をつけていってらっしゃい。いただきます。はい、はい。レモネードのね、味がして美味しいですね。普通の感想しかない。ちなみにせつまさくんはアメバ TV のひろゆきさんの回で出会ったんだけど、はい、その時にひろゆきさんにモコモコにされたと思うんだけど、そこからのなんか
1年の成長とかって自分ではどう思いますか？一番の成長は、テレビとかこういう YouTube とかに自信を持ってってはちょっと言い方変かもしれないですけど、こうやって表立って何かを言ったりとか自分で考えて行動するっていう力みたいなところは一番身についたかなと思ってて、アメバ TV で一回やろうって言われて何も多分しなかったら終わってたと思うんですけど、その後に旬ダイヤに出たりとか自分なりにこう変えようと思ってやってた結果、まあまたアメバさんに呼ばれたりとか、一度こう挫折しても諦めずになんか前に進めば誰かしらこう応援してくれる人だったりとか、なんか支えてくれる人がいるんだなみたいな、そこはなんかすごく感じたし、こうやって応援してくれる人になんかすごい感謝してるなって、そう思います。確かにね。で、節政君の話し方もそうだし、その就活の実績もそうだけど、やっぱりめちゃくちゃ成長した感じは傍から見てて思いますけどね。ちなみに彼女はできた？いやー、これがね、できないんですよ。そこの内定はまだ取れてない。そこの内定はまだ取れてない。確かにね、15回面接しなきゃね。人事の人からはすごい疲れてるらしいんですけど、もう恋愛面はなかなか内定もらえない。なるほどね。伸びしろっすね。伸びしろっすね。伸びしろっすね。きっとね、現れますね。あー、そうですね。なんか、あともう本気で考えた時に一回もう、分かんなくなっちゃって、でも悩んだ時に、すごい僕アニメ好きなんですけど、はいはいはい、なんかその就活エージェントの人にあるアニメをおすすめされて、それをまあ見たらめっちゃハマって、もう号泣して、なんてアニメ？あ、ラブライブってアニメなんですけど、あ、ラブライブね、はいはいはい。実際にその聖地があるんですけど、その沼津ってとこに行って、はいはいはい、めっちゃいいなってなって、で実際に今度ライブも見に行ったら、こういう本気で夢とか目標に向かって頑張ってるんだけど、なかなかこう学歴とかなんか周囲の環境、でこうやりたくてもできない人ってやっぱりいっぱいいるなと思って、ね、そういう人たちになんかこうチャンスとか、なんかバッターボックスに立たせてあげられるような人になりたいですみたいなことを思って、それを就活エージェントさんに言ったら、そういう会社あるよ って紹介してもらったのがそこの会社です。へー、あ、そうなんだね。じゃあその実体験に基づいて言ってるから説得力もあったんだね。あ、そうですね。なんか会ってなかったその半年の間に結構いろんなことが起きたんだね。そうだね。じゃあ浅草にせっかく来たっていうところで、せっかくなんでお参りとおみくじでも引こうかなと思ってます。はい、やった。ちなみにあの煙って、なんか頭やると。そう、頭良くなって頭良くなって、ちょっとやっといた方がいいですね。やっといた方がいいですね。真剣に頭突っ込んで、やった方がいいです。めっちゃ上がれ、10ぐらい今上がりましたもんね。何願ったの？普通に彼女欲しいんで彼女くださいって言ってました。よろしくお願いします。今後はどうしていきたいとかありますか？あー、そうですね、なんか